はい。それでは、ロードスター見ていきたいと思います。外装から見ていきます。フロントバンパーの、右前ですね。特に気になるような傷は見当たらないですね。エンブレム周辺、グリル周り、この辺りもね、綺麗な感じです。下の方は、ちょっとそんなに見えないですけど、吸ってる感じはそんな見受けられないですかね。リップブームなんかもこんな感じで綺麗な状態で、左前、ここちょっとタッチアップ跡がありますね。そこぐらいですかね。こんな感じの、フロントバンパーになっております。で、ヘッドライトは左右ともクリアで綺麗な状態ですね。ボンネット、へこんでるところは特になさそうで、ボンネット全体的にもですね、ツヤがあって、綺麗な状態になっております。こんな感じですね。続いて、左側面。まずはフロントのフェンダーですけれども、もう特に気になるような傷は見当たらない感じです。で、ホイールが、車外のホイール装着されております。割り傷もなく、綺麗なホイールですね。こんな感じです。タイヤサイズは19550-16という感じで、タイヤの溝もたっぷりと残っているのでね、まだこのまま使えますね。で、ドアミラーはちっちゃい飛び石傷が少しあるかなというぐらいです。助手席側のドア。綺麗ですね。サイドステップ周りも、綺麗な感じです。リアフェンダー、こちらも特に気になるところは見当たらないですね。で、左リアのホイール。こちらも綺麗な、状態になっております。で、リアタイヤもたっぷりとね、溝が残ってますね。続いて、左側面のへこみ。特に、見当たらないですね。そして、リアバンパーですけれども、リアバンパーの方も、綺麗ですね。そして、トランク。へこみも、まあ、傷なども特に見当たらなそうですね。続いて、右側面。これは虫がついてるだけでした。リアフェンダー、綺麗な状態です。で、右リアのホイール。綺麗な状態ですね。で、運転席のドア。こちらも、まあ、サイドステップ周り含めて綺麗な状態になってますね。ドアミラーも綺麗ですかね。ちっちゃく飛び石傷をね、タッチアップした跡ありますね。で、右フロントのフェンダー。こちらも特に気になるような傷は見当たらない感じです。で、右フロントのホイール。綺麗ですね。ホイール4本とも、割り傷もなく、綺麗な状態です。右側面の、へこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で、ホロ。まあ、折りたたまれるところのね、多少の汚れなんかはありますけれども、切れ、破れみたいのは、特に見当たらない感じですね。はい。じゃあ続いて内装を見ていきます。ドアトリムです。綺麗な感じですね。で、スカーフプレートの方も綺麗な状態で。フロアマットもね、多少の汚れはありますけども、綺麗な方だと思います。で、シートの擦れなんかも、まあまあ、最小限かなという感じで、座面も綺麗ですね。助手席側。こちらも
こんな感じで綺麗な状態になっておりまして、ステアリングのすれ、ここがちょっとだけすれというか、あれかな、なんか汚れっぽい感じもしますけども、左側の方は特に何もないですね。で、ダッシュボード上は乗り跡なども特になく綺麗な感じです。 ETC がここですね、ついてまして、バックモニターで、ピボットのスロットルコントローラーとかもですね、この辺装着されている感じで、まあシフト周りも、サイドブレーキブーツ周りなんかも綺麗な状態になってますね。こんな感じです。ちょっとエンジンをかけてみます。かかりの方もね、いいですね。結構ね、吹け上がりも良くて、レスポンスもいい感じです。で、このバックモニターですね、こんな感じで常時、表示されているような、そんな感じになってますね。はい。続いて、よいしょ、トランクです。トランクはトリム類も、まあ、欠品なく、全体的にもね、綺麗ですね。そして、助手席側。助手席ドアトリム、綺麗な状態で、スカーフプレートの方も綺麗ですね。フロアマットも、汚れもなく、破れもなく、シートも綺麗な状態ですね。はい。こんな感じの内装になっております。では続いてエンジンルーム見ていきまーす。はい。ではエンジンルーム見ていきまーす。まずベルト周りからですけども、まあ、特に変な音はしてないですね。エンジンの方も特に変な音はしていないです。クスポのストラットタワーバーが装着されているエンジンルームになりまして、まあ、こんな感じでエンジンルーム内はかなり綺麗な状態ですね。はい。こんな感じのエンジンルームになっております。では、続いて試乗してみたいと思います。はい。それでは、ロードスター試乗してみたいと思います。グレードはベーシックな S のグレードになりますね。まあ、このね、マツダコネクトなんかも、装着されていない感じのモデルです。で、まあ、スマートキーではあるんですけれども、スマートエントリーっていうんですかね、こうドアノブのところでね、ボタンポチってやって鍵開いたりとかっていうのがない感じなんで、キーの方でね、を開けるような感じだったりとか、まあこのエアコン周りもですね、マニュアル式だったりとか、っていうような感じになっております。クラッチも全然問題ないし、ミッションの入りもいいですね。で、マフラーが変わってまして、まあ、音はそんなに全然ね、大きい感じではないですね。まあ、ただ、心地いい感じで、まあ、明らかに純正とは違うなという感じです。ブレーキのタッチもいいですね。で、ホイール側の車外に変わっていることもあってか、すごくなんかね、こう、蹴り出しが軽い感じがします。多分純正よりね、軽くなってるんじゃないかなとは思うんですけども、すごくなんか軽快な感じはしますね。あと多分これもあるのかな？スロットルコントローラーがついてるので、この辺も影響してのこの軽やかな加速になってるような気がしますね。で、まあ、走行距離がですね、まだ 27,600 キロぐらいということもあって、まあ、内外装ともにね、かなり綺麗ですし、走らせていてもですね、やっぱり各部、こう、しなやかな感じで、特になんかこうね、不具合がありそうな感じは全くないですね。あ、やっぱりね、明らかに速いですね。これはスロットルコントローラー、のおかげですね。全然こう蹴り出しが
違います。こうね、ロードスターってこうね、いい感じのシートの位置に下げちゃうと、この後ろがね、この背面のトリムに当たってキュッ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 落としちゃうんですよね。これぐらいの位置だと音がしない。まあ特に何の違和感もなくというか、結構これね楽しいと思います。ワインディングこのまま走ってもすごく気持ちよさそう。もちろんノーマルのね、ND ロードスターかなり面白いんですけども、このマフラーホイール変わってスロットルコントローラーが入っているこの今の仕様がなかなかね多分楽しいと思いますね。今ここら辺乗ってるだけでもなんかね結構軽快な感じで動いてくれて楽しいので、まあオープンにしてね、これからの季節気持ちいい時期になってきますので楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。でまあこの S グレードってこのねマツダコネクトがついてないので、バックカメラとかどうしようっていうのもあるんですけども、まあその辺もですね、このもう常時ねバックカメラが表示されているモニターがついてまして、まあありがたいことにガイド線もですね、ついてるので、まあまあどうでしょう、この装備品なんかも考えるとこの S のグレードでもかなりいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、以上ロードスターのシルエンプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。